亀有公園前八条ってあるじゃん。はいはいはい。あれのさ、うんうん、あれ言い方って何でしょう。何でしょう。え、何？こちら葛飾区亀有公園前八条の言い方？言い方。いやいや、ちょっと気をてらってんじゃないよ、お前。唐突に言い方ってむずいんだよ。そうですか。普段はそんなことを言わないのによ。割のいいバイトばっかやってる。だから、舞台に立った時だけ変なこと言うじゃん。いや、そんなことない。俺はそういう人間だよ。いや、ビッグダディか、お前。俺はそういう人間だよじゃないんだよ。そういう人間だ。いやいや、言い方って何？言い方だから発音とかあるでしょ。いや、アニメもあんま見てないけど、おそらく、うん、警官だから警官だからね。こちら葛飾区亀有公園前発射。多分そうだよ。いや、それが正解なの。いや、それはそうだよ。いや、ちょっと違くない？いや、絶対そうだよ。そんなモグロ服装みたいなないから。これの隙間をお見せする。いやいや、アニメ変わっちゃってるから違う。いや、違うよ、たぶん。こちら葛飾君亀有公園いっぱい発出場だよ、たぶん。発出場前のただの演説ね。いや、そうだよ、絶対。いや、絶対そう、そう。違うでしょ。こちら葛飾君亀有公園いっぱい発出。いや、クリス・ペプラみたいな。クリス・ペプラみたいに言うなよ、それ。いやいや、別に言ってもいいでしょ。いやいや、言い方なんて違うよ、絶対。あれだろ、こちら葛飾区不用品回収亀有公園前下町とかぐるぐる回って不用品回収車だ。派出所前。派出所前。ゴミ箱。最後意味やから。絶対そう。違う。はい、どうもこちら葛飾区。いたからいいけど、わかる。今日出てなかったらどうするんだよ。また漏れなんか。いや、そりゃそうだよ、違うんだよ。こちらあ、違う。何よ、何よ。こちら葛飾区なんだ亀有公園前。なんでかわかんないよ。ピンクの電話かな。いみよちゃん。いや、美和ちゃんね。いや、もうそれ間違ったらもう元も子もないよ。全然違うでしょ。いや、違うでしょ。そんなおどろおどろしい感じじゃないでしょ。なんだかよな。いや、稲川淳二みたいな感じ言わないんだよ。うん。うん。りょうさんだったんだよ。いや、階段のとどめの一発がりょうさんで、全然怖くねえだろ。いや、そうじゃないよ、たぶん、絶対、うん、こちら葛飾区亀有公園前派出所。相談者じゃん、お前。だけに見つけた相談者じゃん。違う、全然違うよ。こちら葛飾区。いや、エグザイルみたいに言うなよ。お前、煮詰まったか。ここに来て、クソ味噌つまんねえじゃん。そうじゃん、エグザイルじゃなくて、ダブルネーム。いや、そっちかよ。そっちかよ、じゃないんだよ。そっちだよ。ちゃんと思いつかなきゃいけないよ、割のいいバイトばっかり。これ思いつくからな。これ全然思いつくから。こちらそうなんじゃ、別に気に入っただけじゃねえか。いやいや、気に入ったら2回やっていいんですよ。そんなルールない。全然違うよ。いや、そうなんです。こちら葛飾区イグザイル気に入ったな、おい。イグザイルやめてくれよ。だからダブルネームだ。何回言うだよ。同じ全然違うんだよ。じゃあ、葛飾区亀有公園前ガンガンこの野郎。誰だよ。葛飾区って言ったの。葛飾だろ、それ。葛飾さん、ちげえだろ。何。クオリティはいいんだよ。クオリティはいいんだよ。私にいたよ、お前。どうやったんだ。鉢合わせしちゃってよ。めちゃくちゃ面ですよ。こちら葛飾区亀有公園前、葛飾区言わないじゃん。素直も言わなくなって、これだよ。なんで競馬みたいな二つ連続でやっちゃダメなんだぞ。自分の前でやれよ。自分の前でやれよ。セーフティーゾーンなんだよ。俺の前使える。俺の前使うなよ。いやいや、森脇健児でやる。いや3連続やんなよ。他にしてだけだろうか。そうだろ。3連続でやんなよ。そもそもね、こ
ちら葛飾亀有公演前派出所のなんだよっていう、それが何不思議なこと言うな。こちら葛飾亀有公演前派出所の発音って何。いや、こっちのセリフだ。びっくりしたな、最後。